お世話になります。一人でございます。ポケモンには、おつそ分けという機能が存在したのをご存知でしょうか。最近ではオーラスの無限のチケット配布の時にできたのが有名だと思いますが、お裾分けとは文字通り配布アイテムを他の人にもあげることができるという機能です。おそらくこの機能は配布を受け取る際に必要なインターネット環境が用意できない人のための救済措置だと思いますが、当時であっても欲しい人はネット環境がなくとも任天堂 Wi-Fi ステーションなどで手に入れたと思いますし、意外とこのお裾分けは使っていなかったのではないでしょうか。ただこのネット環境が必要ないというアナログな仕様により、逆にこのお裾分けは今でも使用可能であり、むしろ今でこそ便利な機能になっています。つまりこのお裾分けを使えば、配布アイテムのデータがあるロムさえ持っていれば、今でも配布アイテムを新規アイテムとして別のロムで受け取れるわけです。当時私はもちろん子供で全然知識がなく、この機能を知ったのはつい最近であり、大人になった今なら特にダイパプラチナはロムを複数個持っていることもあり、配布限定アイテムを量産したくて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は配布アイテムを量産する方法を解説しつつ実際にやってみたいと思います。はい、じゃあまずはお裾分けを受け取る方で準備をしていきます。はい、普通に起動して、そうするとこのように表示されると思いますが、ここに今不思議な贈り物を受け取るみたいなところがないんですよね。なのでまずこれを表示させなくてはいけないということでやっていきましょう。はい、それで一応ね、まずバック確認しとくと、このロムにはですね、ちゃんと秘密の鍵ないですから、これから受け取っていくってことですからね、その証明を一応しときたいと思います。まあそんな裏技とかではないんで疑う人はいないと思いますけど。でそしたら、まずはことぶきシティに飛んでいきますと。もちろん飛ばなくたっていいですよ。で着いたらテレビことぶきってとこに行きます。テン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 テレレレレンテレレレンテテテテテレレレレン、違う世代の BGM ですけどね、自転車の。でそしたら3階に行きましょい。これで3階行きましょう。はい、これで着きましたと。そしたらこの階にいるプロデューサーに話しかけるとのことで、どれだろう、こいつかな。はい、やあ調子どう、僕はテレビプロデューサー、テレビ見てくれてる、そうだな、じゃあ君にテレビの感想なんて聞いちゃおうかなと言われたら、これで俳優を押して、ここでなんかみんなっていうやつがあるかな、人かな、人で多分、うん、ここで、あ、ここでみんなですね。まずはみんなを決定して、それではこっち側に、気持ちかな、ハッピーとすればいいみたいですね。っていうかこれ不思議な贈り物出すだけでこんなちゃんとやんないといけないですね。攻略本とかないと絶対無理だろうっていう話なんですけど、ちゃんとそういう説明書とかあったのかな、さすがに。じゃあ続けてテレビへの意見とか聞いちゃおうかなって言われたら、ここでユニオンかな、多分 Wi-Fi で、通信、これでいいらしいですね。決定かな、これでいいですかで、はいを押して、おや、なんかこれ卵を生まれる時じゃん、そんな言葉を知ってるなんて業界2だね。君ポケモントレーナーだろ、じゃあ僕がコネを使って贈り物を受け取ることができるようにしちゃおうかな、これからもテレビことぶきよろしくね、ということはこれでできるようになるっていうことですね。つうかこれ当時本当子供だったらさ、その説明書とかあったとしてもさ、ここで分かんなくて挫折しちゃうパターンの人多そうですけどね。でそれでまあ一応レポート書いとこっか。はい、レポート書いて、それで消してもう一回起動していきましょう。でそうするとやっぱ出てますね、不思議な贈り物って出てますので、これでとりあえず受け取る側のね準備は完了なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次はお裾分けをする側のねロムをつけていきます。そしたらこちらの不思議な贈り物のところを見てみると、カードを見るっていうのがあるんですよね。そこで見てみると、はい、この通り不思議なカードという感じで、秘密の鍵プレゼント、この贈り物はすでに受け取りましたみたいな感じで書いてあるんですよね。で不思議なカード、他にもメンバーズカードプレゼント、この贈り物はすでに受け取りましたと、でジラーチとかも書いてあって、それでこっからお裾分けを選ぶわけですね。ただ秘密の鍵を送れんだ、じゃあダークライも送れんじゃねって思うかもしれませんけど、これ書いてないんですよね。他のやつはお裾分けできないようになってるんで、
まあお裾分けできるやつは一部みたいな感じらしいですね。その中でも秘密の鍵はちゃんと送れて、あと私が調べた限りではブーバーとかかな、そういうのが当時配布であったらしくて、それはお裾分けできるみたいですね。ですから配信アイテムだけじゃなくてポケモンもね送れるケースもあるらしいです。ただ確か配布がダイパとかで、私ダイパのロム多分20個ぐらいは多分持ってますけど、1個もそのブーバーとかはなかったです。ちなみに秘密の鍵については唯一このロムだけで、このちゃんとね不思議なカードがある状態がね、ありましたんで、結構意外と珍しいかもしれないですね。お裾分けに制限もあるので使い切ってるケースもあるでしょうし、単純に捨てるってのもあるんで捨てちゃってるパターンもあるかもしれないですね。じゃあお裾分けする方は多分ね普通にこのまま従っていけばいいだけで、お裾分けをして、お裾分けをしますか、もちろんここではい押しましょう。それでまあ当然ねいいえなんて押したらこれダメですからで、そしたらこのエントリーみたいな感じでそれでやるっていうことですね。はい、じゃあこちらまたね受け取る側の方に戻って、起動しています。なぜならば2台ね、録画できるやつ持ってないんで受け取る側だけ映してねやってきます。そしたらまず不思議な贈り物ですね、これを選んで贈り物を受け取ると、それで先ほどの送る側の画面のねとこまで来た段階で友達から受け取るで、多分いけるんじゃないかなと思います。はい、来ましたね、秘密の鍵プレゼントということで、この贈り物を受信しますかと出てくるので、これ多分 OK すればいいと思います。はい、この贈り物は他の人からのお裾分けです。この贈り物を受け取っても友達に配ることはできません。あ、できないんですね。ここからお裾分けをお裾分けすることは非人道的だということで多分送れないということでしょうね。なのでここで受け取っていきましょう。申し込みました、しばらくお待ちくださいということで、そしたらこっちは iPhone の動画でちょっと申し訳ないんですけど受け取る人が出てくるので、まあ、4人までみたいな感じで書いてありますね。なのでここで、まあ、1人だけですがお裾分けをしていますということで、そうするとあ、秘密の鍵来ましたね、下画面にちゃんと来ましたということで受け取りました。うわ、めっちゃ簡単っすね。フレンドリーショップで配達員から受け取ってねということで受け取れんすかね。はい、これで普通に来ましたね。めちゃめちゃいいじゃないですか、簡単にお裾を分けてもらいましたね。でこっちはお裾分けが無事に終了しましたということでちゃんと表示されてるわけですね。で送る側の方はお裾分けの回数は1回だけじゃなくて何回かできるのでまだできるみたいですね。はい、じゃあ早速受け取っていきましょうか。これで戻ると、あ、普通に起動画面に戻るってことですね。はい、先ほどのところからちゃんとフレンドリーショップ向かいましょう。フレンドリーなショップに着きましたと。それで入って、多分どこでもこれがね大丈夫だと思います。あ、いたー、配達員さん、ご苦労様です。郵政民営化で民間の企業やってるのか知らないですけど、話しかけていきましょう。こんにちは、ひとりさんですね、合ってますよ。プレゼントをお預かりしています、こちらをどうぞということで、オッケー。このね、ひとりというね、まだプレイ時間10時間の作りたてほやほやの、作りたてほやほやでもないかの、ちゃんとロムで秘密の鍵を新規でね受け取ることができました。またのご利用をお待ちしておりますということで、もう一回言うと、お預かりしてるプレゼントはもうありません、悲しいね。またのご利用をお待ちしておりますということで、ゲットしやした、やったぜ。でバッグ見てみましょう。大切なものから、お、ちゃんとございますね。決まった場所で使うことで特殊な電気信号を出して扉を開けるハイテクな鍵ということで、これもはや今の時代だったらハイテクじゃなくてかなりローテクですけどね今だったら指紋認証とかまあいろいろあるじゃないですか。だからまあやっぱ時代感じますね。まあこのね秘密の鍵使う動画はまた別で撮ろうかなと思ってますんで、ぜひそちらも要チェケラでございます。でこれもちろんね、先ほども言った通りまた別のロムであれば秘密の鍵ちゃんとお裾分けできますので、回数制限に達するまでね、これまあ知ってる人はもう当然のごとく知ってると思うんですけど、意外と忘れてたみたいな人いると思うんで、まあ私にとったらもうグラフターヌーンですね、完全に。でこのね不思議な贈り物系の話絶対すると、必ずね今でも Wi-Fi コネクションで配布ポケモンとかねアイテムとか受け取れるってことをね教えてくださる方いらっしゃるんですが、それは非常にありがたいんですけど、一応言っておくとそれは公式がやってるやつじゃないと思うので、実質的に改造やチート行為とかにね多分近いと思うので、動画とかではご紹介しないですし検証もできませんので、そこのところどうかねご理解よろしくお願いします。まあ、とりあえずね秘密の鍵だけじゃなくてもまだ配布ポケモンとかもねお裾分けできるみたいなんで、そこのところもね中古ロムで狙っていきたいっすね。また買い漁んなきゃダメか。はい、ということで今回は配信限定アイテムを量産する方法をご紹介させていただきましたが、知ってたよ当然だろ
ていうのはちょっと傷つくんでごめんなさい。初心者向けの動画ということでご理解のほどお願いします。やはり今回やった印象としましては、お裾分けの回数多分制限あると思いますけど、お裾分けしまくってる人はあんまいなそうな感じだったので、そのデータが入ってる中古ロームさえあればまた新たな楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。ただこの秘密の鍵についてはプラチナ10本中1本だけに入ってたので、まあ手に入れるのはちょっと今からだと難しいかもわかんないですよね。これは本当にポケモン超愛してる人じゃないとできないでしょうね。え、そんな愛するのは難しいかって。はい、親愛って難しいですよ。